ならばぜひ学園の秩序維持にも力添えを。生徒は全員外出禁止、授業以外の時間は寮で待機させています。落ち着いてください。落ち着いてられるわけないでしょ。弟、指導助けに行くのよ。邪魔しないで。ジュレアさん落ち着いて。私は冷静よ。いかなる理由があれど外出は認めません。多少の例外はあるようですが、生徒の安全については引き続き任せます。仰せのままに。弟のために、家族を思う気持ちは皆同じ。あの頃は剣を交わすだけで心が通じ合ったのに、今はいつだったかしら。最後に話したのは肩を待って。でした。お姉ちゃんがすぐ